夏いいなあ。ああ、気づいたドラえもんゲーム第1位はギャルミでしょ。医務室でさ、なんか歌ってたよね歌ってたから怪しいけどねインポスター同士で内緒話みたいなのはできない。あ、じゃあ無線みたいなのはなくて、もうなんかあの、うん、シンパシーでみたいな感じ。大丈夫これ初めて。まあまあやりますか。レッツゴー。ここまでね、まあ、聞こえてますからね。これ聞こえてますからね、まだ。まだ聞こえてますからね、これ。わー、インポスターか。あ、わー、あ、インポスターって言ってるし。もう。わー。夏いいなぁ、マジアゲ音切ってるし、自分のやるやつどこで見たいんだ。おばあちゃん大丈夫よ。おばあちゃんわかれへん。ちょっとおばあちゃんタブだよ。あ、ほんとだ。あ、うん、オッケーオッケー。あ、それか。オッケー、タブのね、はい、あ、これね、そう。怖い。ボタンを押しただけでそんな盛り上がる。まあ誰も死んでないぞ。まあ、生存確認。待って、レベルやばいやついるって。本当だ。レベルやばいって。あ、すごいレベルでわかるじゃん。レベルやばいやつ。あれ、なんか隠れアマングアス。ちょっと待って。本当だ。レベルめっちゃ高い。皆さんめっちゃやってる。あれ。あれやばいや。え、なにこれ。これ怖いわ。隠れアマングアスはいるぞ。これどうするの？いや、生存確認で見なきゃいいかなと。あー、生存確認。これ、まあ、あれなんやね、あのレベル8までやってんのやめやれ。確かにほとんどやってないって言ってたよね。ちょっと待って。え、ちょっと聞いてもらっていいですか？わかんないよ、俺。あのー、あれよくわかんなかった。さっきあのオレンジ色の人にこれ どこであのマップ見るかわかんないって8レベなのに聞かれたんですけど、これ怪しくないですか？わかんないよ、だいぶ前だもん、やったの。怪しいな。なるほどね、チョコラータメアリーワンチャンインポスター誰だよ、誰だよ、テレビちゃんに入れたやつ誰だよ。あの、私が入れちゃったかもしれない。あ、自分で自分を疑うな。怪しいな。やばいな。とりあえずたまにやると面白いな。熱い。てか、どういう口調でやったらいいかわかんないね。どういう口調でやればいいんだ。え、ロールプレイしなくてもいいよね。ロールプレイ。むずい。まあ、タスククリアした、イエーイ。なんかこれ、どこにいるんだ、みんなと言おうかな。お、みんなと言おうかな。みんなと言おうかな。寂しがり屋じゃん。みんなと言おうかな。から命大切だから。タスクやんないとダメだ。命大切じゃないやつなんかいるわけねえだろ。あ、でもタスク少ないんだよ。これ余裕だわ。タスク2個目クリアした。これ、ここでやられてたら。ネマちゃんってこと。危ない、狙われてる。おい、2連続とかあんのかよ。あー、怖い。怖いよ。夏いい。年ぶりぐらいか。普通にさ、話すのを初めて聞く人とかもさ、いそうでさ、どういう印象持たれるかわかんないよ。視界広くね？こんなもんだっけ？あ、夏い！気づいたドラえもんゲーム第1位はごめんなさい、オーマイナスのあなた、オーマイナスのあなたは今日眼帯してると反対側の目を潰されちゃうかも。怪しいな。ラッキーアイテムは潰されちゃうとか言ってる。ゴーグル。こっちかな。
ちょっとやばい、助けて。ええー、さきさん。はい、聞いてください。はい、セキュリティールームのなんかあの十字の交差点みたいなところのど真ん中で、うん、白川さんが食べられてて、でネマちゃんとあともう一人誰かが二人でそっちから歩いてきた。いや、誰？ニートちゃんと私でしょ？よし違うと思うの。あれ？セキュリティールームの方からネマちゃんと一緒に来たんだ。誰？セキュリティールームには入ってないネマは。上部エンジンから上部に行った。あ、そうそうそう。そっちの方から誰と二人やった、うん、ネマちゃん。俺、私途中までニートちゃんといて、でもメアリーちゃんとすれ違って、その後医務室でギャルミさんに会ってる。ギャルミに会ってる。あ、じゃあそうや、医務室で、うん。多分二人やって、その後ギャルミちゃんとカフェテリアの左。アッパーエンジン。メッドベイ。え？あ、やばい、マップがあれか。ゲーム内でね、マップがね、見れるのよ。あ、今見れる？あ、見れる見れる。ああ、オッケーオッケー。あ、今これか。あ、これか。の方がいいか。ネマちゃん、怖いってなる。ネマちゃんとギャルミちゃんがあのギブさん食べたと思う。食べてない。ギャルミ？食べてない、信じて。ギャルミでしょ？医務室でさ、なんか歌ってたよね。歌ってたよね。血液型占いランキングしてただけだよ。いやそんななんかスキャンしてましたみたいな顔して医務室で。違うでしょ？まあでも死体のあれでしょ？死体の方から来たってことでしょ？うん、あ、そう。もう一回話しますか？スキップして。時間短いんで。なるほど。あれか。時間とかあるんや。うん、ボタン押してもらって。やだ、ネマに投票しないで。やだ、違う。エンジンからエンジンやろ。どうしたらいい？一回スキップで。一回スキップでいいじゃないですか。スキップ。触れられない回。なんでそんな歌ってたから怪しいけど。そんなことある？どこにいたの？目撃情報全然集まらんやん。全然知らないやん。おもろすぎる。押せますか、誰か。これあれやろ？ 15 秒だけ押すね。ビーって押したらいいやんな。オッケーオッケー。ん？まるちゃん押す？押すじゃあ。あ、送られる。イエーイ！イエーイ！違う！ねえねえ、これ何どうした？これさ、カイキくんと最後、カフェテリアの右上で会ってるんだよね。で、まるちゃん、まるちゃんと私は下の方に行ってたんだよね。はいはいはい。あ、ウェポンルームの方からさ、二人でカフェテリアに向かって行ったよね。そう。あ、じゃあ右上が怪しいって感じか。カフェテリアの右上で私は最後カイキくんと会って、そっから分からへん。その後私と会ってると思う。あのアドミン、アドミンじゃねえ、管理室？管理室であの管理室マルコちゃんに会ったかな。あった。その後のことかな、わかんないけど。確かにこの辺で私とその寸前か。うん。わちゃわちゃしたよな、この辺で予習してる。だからそれまで生きてたってことだから、その後。あとじゃあどこに行ったかって感じか。え、カイキくんの死体はどこにあったの？俺が分からない。分からない。分からない。でもかなり寸前に多分、てるみちゃんがカフェテリアの右上で見てるってことか。うん。まあ、カイキさんはでももう分からん。もういっか、もういっか、もう忘れよ。みんな飲もう飲もう、みんな忘れて。ネマちゃんかギャルミちゃんがね、いやギャルミでしょ、ギャルミだよ。だって医務室にいたもん、私最後会った時。夫婦じゃないのよ、セキュリティ。ちょっと待って、だからその場合は死体を無視して歩いてたってことですか？それは食べてから来たんじゃないかなって。あ、そう、食べて弁当使って医務室じゃないかなって。ギャルミちゃんパルートやったら、ネマちゃんはかぶ、あの下のエンジンから白川さん食べて、そのまますぐ来て私と会ったか、どっちか。なるほどね。
その二人が怪しいってこと？うん、二人しかないと思う。え、あと5秒。どうしたらいいの？私はやめろ、入れるな。やめろ、入れるな。ヤマちゃん、やめて、やめて、なんで？え、これ行く、行っちゃうこれ。いやあ、そんな信じてよ。おい、お前なら。ああ、ああ、ああ、やばい、やばいじゃん。ちょっとギャルめちゃんや。やばいじゃん。二人残ってる。どうすんのこれ？え、二人残ってるよ。これ残ってるの。もう、26。うん。え、丸子視点で言ったらもう、ギャルミちゃんしかないんやけど。でも、え、怖いよ。え、これどうしたらいい？どうしたらいい？ボタン押せますか？ボタン。ボタン押すの？ボタン押したらいい？僕はもう押してるんで、押せないです。あ、押してる？はい、オッケー。一人一回しか押せやんねんな。あ、そうなんや。そうそうそう。うんうん。ギャルミン行くのあれでも何が起きてんだあれ えでも死体の方から歩いてきたんですよね、うん、そう死体あの私がカフェテリアからセキュリティールームの方に向かって行ったら、うん、医務室のところでギャルミちゃんとネマちゃんとすれ違いました、うんうんで、ネマちゃんはエンジンの方から来たって言っててんけど、セキュリティールームのところに白川さんが死んでたから。ああ、じゃあ通り道じゃなかった可能性もあるってことね。ネマさんが。ネマちゃん。ネマちゃんが。そう、なんかなんかそのまままっすぐ行ったから分かんなかったみたいな、ね。でも絶対見るとこやったし、あの下のエンジンから上のエンジン通ってるんやったら絶対見るとこではあった。え、でも結局ネマちゃんはでも違った違ったってことはってことはでも丸子視点ギャルミちゃんしかないけどもう自信ないそうだねもう自信ないですどうする これはどうしたらいい正解は多分ないんよ、別に。行ってみる？どうする？一回行ってみる。一回チュートリアル会ということで。お試しできるすられる。あの、これで。最初だからね。うん。もっと多分慎重に行くんだろうな、きっと。あ、でもここで、あの、追放しないと、あの、インポスターって二人いるんで。やばいよ。ダブルキルしたら終わりなんで。ああ、そうか。絶対入れなきゃいけない。一人は、一人は追放できたらだいぶ希望あるそうだ、ね、あるってことか、うん、だからネマちゃんの命をもっと大事にしなきゃ結構適当にパーンってなんかなったんだけどまだこれ何みんなもう切るどういうことスキップ、うん、ちょっと投票ギャルちゃんに入れたごめんこうやって人数って絶対見えるもんなん？もう一回？いや、これも設定ミスりました。あ、なるほどね。うそ！ごめん、ギャルミー！やばいやばい、終わった。やばいって、もう全部。これはこれでおもろかったな。おもろい。じゃあ、マルコちゃん、あんまり言い出した物語でしょ。やばいよ。今のなしでお願いします。初手で白くなりつってるやん、丸子ちゃん。めちゃくちゃ。ネタバレありで、面白かった。勝手にストーリー進んだな。ネタバレあり面白いよ、普通に。面白かったな。いや、ギャルミさん頑張ってくれてたのに釣るから全部やってくれた私が人狼やったら早く手番でなったいや、ほんまやね、ほんまやね強人やったで、だいぶ
だいぶかき乱したよ、いい感じに。すごかった。ファインプレーだったよ。たこの命大事にしないといけないということをね、学びました、うん、これで。そうですね。まさかのメアリーちゃんとニートちゃん、私。これもね、私ずっとそうなんだけど、喋りすぎて釣られるんだよね。絶対喋る方がいいやつ。こいつ怪しくね、めっちゃ流暢だぞ、みたいな、ね。逆にニートちゃんは全然喋ってなかったけど。そう。ニートちゃんめっちゃ黙ってた。確かに。ひたすら黙秘権って言ってた。いや、でもちゃんとなんか合わせてね、合わせて同時にね、なんかやってくれたんだよね。あ、そうなんだ。そうそうそう。ね、すごい。さんと一人さん同時にやってくれて。ね、そうだよね。上手だ。どこにいたの？うん。そうセキュリティルームにね、タスクやってる会議を。そうそうそう。あ。みんなちなみに なんでギャラミア疑われて歌ってたから怪しい。まあ結果的になんか面白かったんですけど、ね、ネタバレなしで。あネタバレなし。言ったらあかんやつやそれ。次はね、ネタバレなし。あの追放された人が人間だったかどうかわかんないのと、はい、あと、はい、クルーのあの視界をめっちゃ狭くしてます。あ、そうなんだ。ちょっと広すぎたんで、はい、はい、ありがとう。行きましょうか。ありがとう。もう、調子ありがとうございます。ありがとうございます。